皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。ペットボードチャンネル第4回のスタートです。今日の授業は19時から30分間の授業となりますので、よろしくお願いします。お願いします。前回実は大変トラブルがありまして、今日は大緊張の中スタートしましたけど、無事スタートできたようで良かったです。はい、良かったです。まずですね、今日のテーマなんですけれども、素敵な飼い主になろう、犬の行動から犬の気持ちを知ろうという非常に興味深いテーマで、お送りしたいと思います。本日の先生講師をご紹介いたします。ペットの総合医、女性獣医師ネットワーク代表の箱崎かな子先生です。よろしくお願いします。私は東京の杉並と世田谷でペットのトータルケアサロン、ペットスペース&アニマルクリニックマリモという動物病院とサロンが一緒になったようなお店をやっております。私自身は獣医師なので、普段は診療したりだとか、あとは飼い主様のご相談なんかをお受けしております。先生は獣医師だけじゃなくて、はい、トリマーでもありトレーナーでもあるという、本当に幅広い、ペットのスペシャリストでいらっしゃいます。あと先生、女性獣医師ネットワークというのは、はい、どんなグループなんでしょうか。はい、私は獣医師という仕事を今していまして、私の同期だとかもそうなんですけど、女性がすごく多い仕事ではあるんですが、長く続けるのがとても難しい仕事です。で、長く続けるためにはどうしたらいいのかっていうのを先輩方含めて、皆さんで女性獣医師の中で情報交換をしながら、長く、あと自分らしく働く、働き方を皆さんで模索しているようなグループをしております。この女性獣医師ネットワークは当然女性じゃないと入れない。はい、そうです、はい、その、グループですね、ネットワークの代表も務められていらっしゃいます。今日よろしくお願いします。お願いします。またですね、もうおなじみとなりましたけれども、今日もゲストにこてつくん来ております。もうすくすくと成長しておりまして、だいぶてかすごい大きくなっちゃったね。大きくなっちゃいましたね。私の手をかじってます、ね、やっぱり元気ですね。はい、こてつくん今日もよろしくお願いします。ね、元気ね、元気元気。そして私、今回もですね、進行役ダメ飼い主代表ということで、務めさせていただきます、堀と申します。よろしくお願いします。では早速、今日の本題テーマに行きたいんですけども、犬の行動には、意味があるのかどうか、そういったところからですね、先生にお話をお聞きしたいんですけども、ワンちゃんは、いろんな、今日も仕草だとか行動してますけども、それには意味があるんでしょうか。はい、あります。ワンちゃんも私たち人と同じで、お互いにコミュニケーションを取る動物になりますので、表情だとか、あとは行動ですね、はい、には全部ある程度意味があって、それを上手に読み解いていくことで、よりよく愛犬の子とコミュニケーションが取れると思います。それとワンちゃんたちも私たちに何かメッセージを、コミュニケーションを取りたいと思ってるわけですね。もちろん取りたいと思ってると思います、家族なので。そうすると、私たちがその犬のメッセージを正しく受け取ると、ワンちゃんとコミュニケーションできるということですよね、はい、今日はですね、そのワンちゃんの行動や仕草が一体我々にどんなメッセージを送ろうとしているのか、それをですね、いくつかご紹介していくことでですね、皆さんが、あ、この子はこんなことを考えてるんだ、こんなことを伝えようとしているんだといったことがですね、理解していただければ、授業に意味があるんじゃないかなと思います。あとその前にですね、この行動というものは当然人間もそうだと思うんですけども、本能的に行う行動と、あとそのワンちゃんの性格的に、その行動の現れ方が違ってきたりするのかなと思ったりするんですけど、そういったことは、もちろんあると思います、どうしてもこう行動を読み解く、気持ちを読み解くってなると、犬を人のように、考えてしまうんですけど、はい、犬は犬なので、犬としてのもともと持ってる本能的な行動もありますし、人と生活をしていく上でこうコミュニケーションを身につけてる部分もあるので、そういうところの両方があると思います。すると同じ行動をしていても、はい、必ずしも、同じメッセージを伝えているわけでもないと。犬同士で違うと思いますし、そこの過程によっても違うと思います、そこは注意して、言っておかなきゃいけないですよね、はい、あと先生が獣医師でいらっしゃいますので、皆さんも特に気になることだと思うんですけども、その何か病気のシグナルになるようなもの、はい、例えばワンちゃんはその痛いとも、
かゆいと思ってくれないので、何かこの病気があった時にこう我々が気づいてあげれない、はい、まあ、そういう不安があると思うんですけども、何か気をつけた方がいいような行動だとか仕草っていうのはあります？はい、決まった行動っていうのはなかなか難しいと思うんですけど、うん、普段の調子のいいお家のワンちゃんの状態っていうのをよく把握しておいて、調子のいい時のワンちゃんの状態を把握する、はい、それと違う行動してる場合っていうのは何か体調不良だとか、うん、体にトラブルを抱えていることがあるので、うん、そういう時は気にかけてあげた方がいいと思います。例えばその普段の行動との違いが現れやすいような行動って何かありますか？自分の体が気になったりですね、例えば耳が痒かったり痛かったり、体が痒かったり痛かったり、そういう時は、まあ、痛みのある場合は少し震えたりだとか、いつものように元気に動けなかったりとか、あとは痒かったりすればかいたり、こすったりという症状が出てくるのが、おそらく分かりやすい仕草だと思います。そういうことがあると、まあ、必ずしも病気かどうか分からないけれども、何かこう疑う必要があるということですね。あるかもしれないですね。まあ、そういう時は獣医さんのところに行って、はい、何か炎症がないかを相談していただくと、はい、よろしいということですかね。はいはい、ではですね、今日は具体的なワンちゃんの行動の例をですね、挙げながら、その時ワンちゃんは一体どんな気持ちでいるのか、まあ、それをですね、先生に解説していただきたいなと思います。ただ小鉄くんにですね、その通りの行動をやってもらうのはもうご覧の通り至難の技ですので、今日はですね、じゃーん、絵です。絵です。はい、とっても恥ずかしいですけども、見えますかね、この絵でワンちゃんの行動をですねご説明していきながら、一つ一つ先生に解説をしていきたい、いただきたいと思います。まず最初ですね、これはですね、尻尾をこう上の方で振ってる、多分喜んでるのかななんて思うんですけど、そうですね、これどうなんですか？はい、皆さんが思っている通り喜んでることが多いです。ただ、表情も含めて、嬉しそうにしてれば喜んでると思います。ただお顔がこわばってたりだとか、はい、そういう時は必ずしも喜んでるとは限らないので。あ、そうなんですか。じゃあ振ってれば常に喜んでるってわけではないんです。ではないですね。怖い場合も尻尾が触れてきますので、そういう場合は、まあ、いつもの喜んでる時とはちょっと違うような振り方をして、ちょっと細かくこうピピピピピっていう感じで振ってることが多いんですけど、はい、怖い時もワンちゃん尻尾を振るので。怖くても振るんですね。はい、なので怖いのに振ってるのに、どん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 その飼い主さんが喜んでると思ってグイ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 その怖い方向に持っていくと、ワンちゃんにとっては恐怖かもしれないです。ワンちゃんが喜んでると思って勘違いして連れていくと、はい、実は恐怖感が増してるだけだったと、なんてこともあるわけですね。はい、すると、先ほどの尻尾だけを見るんではなくて、はい、表情も含めて、そうですね、体全体を見てあげてください。そこ皆さん注意してくださいね。はい、ではその次ですね、今度ですね、この絵は、ワンちゃんが下の方で尻尾を下げて振ってる時があるんですけども、これなんとなく怖がってたりするのかなと思うんですけど、はい、怖がったりとかちょっと不思議だなと思ってたり、不思議な時も、はい、何か興味があるものにこわごわ近寄ってきたりするときも、そういう尻尾の振り方をすると思います。あと今日はですね、皆さんからもこんな行動してるんだけど、この行動にはどんな意味があるのかなっていうことをですね、ぜひ先生にご質問どしどしいただければと思うんですね。早速、田中さんからこんなご質問いただきました。うちの子は家族をお出迎えするたびに必死で指や顔を舐める、まあ、これはおそらく家族のことを舐めるんだと思うんですけども、はい、異常なくらい舐めるだそうです。これは改善すべきでしょうか？体を相手の体を舐めたりするのは愛情行動の一つなので、それが飼い主さんにとって迷惑なのであれば、やめさせた方がいいかもしれないんですけど、うん、舐めてくれて嬉しいって思ってるのであれば、やらせてあげた方が本人は嬉しいと思います。嫌なのであれば怒るんじゃなくて、ちょっとやらないようにやめてっていう感じで柔らかく伝えてあげると、大好きって言って来てるのに、やめてって言われるとすごいショックを受けるので、やんまり。じゃあ美味しいと思ってるわけじゃないんですか？美味しいと思ってるわけじゃないと思います。好きだよって言ってるんですね。はい、好きだよっていう。好きだよって言ってるのにやめってやっちゃうとショックですよね。ちょっとショックを受けるので嫌われたっていう。ということで田中さん、これはですね、田中さんが許す限り舐めさせると、はい、許すのであれば、許すのであれば、嫌なのであればやんわり断ってください、断るということだそうです。はい、ではですね、今度は先ほど
まして、下の方で尻尾を振る、はい、この怖がってるのかなというところなんですけども、はい、これはどういう意味があるんでしょうか。下の方で尻尾を振る、はい、言いましたっけ。じゃあ次ですね、はい、今度はですね、ちょっとこれ分かりづらいかな、私の愛犬もそうなんですけど、よくその家の中でうろうろしてたりだとか、あとこちらのお店でもワンちゃんを預かりなどしてるんですけども、そのお部屋の中でぐる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 こう回ってたりするんですけど、これは何か意味があるというか、どんなことを言おうとしてるんですかね。はい、場所によるとは思うんですね。こうお店の中だとか、うん、あまり慣れてないところに来てる場合は、その周りの状況を確認したくて、確認してるんですか。はい、いわゆる散策をしてることが多いかと思います。ここに何があるんだろうとか、どういう匂いがするんだろうとか、そういうのを見たくて嗅ぎたくてうろうろしてることが多いんじゃないかと思うんですけど、お家の中でもうろうろしてる場合っていうのは、お家の中は散策する必要はないと思うので、はい、そうですよね。まあ、何か美味しいものを探してるのかもしれないですし、まあ、なかなかじっとね、ぬいぐるみのようにベッドにずっと座ってなさいっていうのは難しいと思うので、ある程度うろうろするのは普通だとは思う。別に異常行動ではないじゃない、普通だと思います。むしろ動いてる方がいいと、はい、ぐらいですかね。わかりました。マンソンさんがそういえばよく犬に近づかれるなぁなんておっしゃってますけど、近づかれる、はい、確認されてるんですかね。犬に確認されやすいタイプとか、されにくいタイプとか、もしかしたら優しそうに見えるのかもしれないですね。この人はお友達になれるかも、なれるかもって、怖ければ寄ってこないのかもしれないので、やっぱりその犬も人を見て、見て多分犬好きオーラがすごく出てるんじゃないですかね。マンソンさんは犬好きオーラがたっぷり出てるということでしょうかね、はい、いいことですよね。次にですね、これよく見かける行動でもあるんですけど、お腹を見せてるんですけど、はいはい、お腹を見せることに一体何の意味があるんでしょうか。一般的には服従行動といって、いわゆる降参です、あなたの方が強いです、偉いですっていう意味があるっていうふうに言われてます。なのでしつけでも、お腹をこう力を抜いた状態でお膝の上だとかで見せられるように練習しましょうっていうふうに、しつけの時なんかでもご説明をするんですけど、はい、必ずしもそれが全部が全部服従行動とは限らない。そうなんですか。参ったって言ってるわけでもないんですか。ない時もあります。すごくフレンドリーなワンちゃんで、はい、初対面の方の足元に寄っててすぐお腹見せちゃう子っておそらく結構いると思うんですけど、そういう子はじゃあ万人に向けて服従してますって言ってるかっていうと、そんなことはなくて、あ、そうなんですか。はい、おそらくお腹を見せてみんなが喜んでるのが好きだったりとか、逆にお腹を撫でて欲しくてやってたり、要するに撫でろよっていう、触れよ、そう、触れよちょっと命令されてることもあるかもしれないですね。するとこちらとしては何かこう従ってくれてるのかなと思っても、実はただ撫でさせられてるだけという可能性もあると、はい、ですかね。まあ、でも基本的にはその前出してるような状況なんですかね。そうですね。なんかお腹見せるんですかね。お腹が一番弱点になりますので、はい、弱点はあえて見せてますよと。見せてます。私は攻撃しませんよっていうのが、おそらく野生動物の中でのシグナルだと思うんです。じゃあやっぱりこれ犬同士もこうやるんですか。犬同士もやりますね。あ、はい、なるほど。まあ、犬の服従関係はこれで見える。はい、見れると思います。今度はよく犬がこうあーってあくびするんですけど、はい、あくびしてないしてない、あくびをわーってしたりするんですけど、あれは眠いんですか。眠いわけではないと思います。眠いんじゃないですか。カーミングシグナルといって、はい、ワンちゃん そのボディーランゲージだとかコミュニケーションの、一つの仕草でもよくあくびっていうのが出るんですけど、周りが緊張、相手が緊張してたりだとか、はい、自分がちょっとこう緊張してたりするときに落ち着かせる意味、自分もそして相手も落ち着かせる意味であくびをよくするので、相手を落ち着かせるために、はい、落ち着けって言ってるんですか、あれは。そうです。なので、怒られてる時なんかに、うちの子よくあくびして全バカにしてなんていうお話もよく聞くんですけど、おそらく怒られてるってことにあんまりこう理解してもらえてなくて、お母さんがすごくガミ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 言って興奮してるから、うん、まあまあ落ち着いてっていう意味であくびをしてることが結構多いですね。それはあれですか、なんかこう自然に出るんですかね、それとも落ち着けよって言ってあんってやってるんですか。あ、そうです。落ち着いてほしいからあえてやってる。
自然に出てるんじゃなくて、落ち着いてほしい、僕は落ち着いてほしいんだよっていうのを一生懸命伝えてるんです。これ勘違いすると大変ですね。そうなんです、ね、眠いのかと勘違いしちゃうと全然違う意味なんですね。これは相手に落ち着いてちょうだいということを、はいね、これ犬に対してもやるんですか。犬に対してもやる子はやります。あの上手にコミュニケーションがワンちゃん同士で取れる子なんかはやってますね。はい、あとですね、中辻さんからご質問をいただきました、はい、見知らぬ方が散歩させている犬から、はい、知らない方が散歩している犬ですね、優しい好奇心の眼差しを向けられることがたびたびあるのでしょうが、その時にどういう応対するのが一番いいのかと、まあ、この方もおそらくきっとワンちゃん好きオーラが出てるんですかね。そうですね。その方にどういう応対するのがいいんでしょうかね。これなかなか難しい質問ですね。難しいですね。寄ってこられてもワンちゃん困る時もあるので、まあ、優しい眼差しで返してあげて、眼差し返しががいいかなと思います。距離を詰められても、まあ、相手の飼い主さんもね、うん、こともありますもんね。そうですね、来てほしいっていうオーラがお互いから出てるのであれば寄っててもいいのかもしれないですけど、まあ、基本は戦い眼差し返しがおすすめですと、いいかなと。トラブルは一番少ないんじゃないかなと思います。あと山岸さんからですね、はい、ワンちゃんはどうしてこんなに興奮してるんでしょうか。あ、この子ですこの子はいつも興奮してるんですけど、はい、なんでこんなに興奮するんですかね。若いからですか。まだ赤ちゃんなので、はい、人間の幼稚園児にここにじっと座らって30分いるっていうのは難しいと思うんで、まあ、この子の月齢だとこんなもんじゃないですかね。そういったこう落ち着かせる方法はありますかっていうこともマンソーさんからご質問いただいてるんですけど、満足するまで遊ばせてあげるのがいいので、もしかしたら放送の前1時間ぐらいおもちゃとか使って十分遊ばせたらちょっと違かったかもしれない。疲れさせるくらい、疲れさ、遊び切ったという状態にすると、す、まあ、子供もそうですよね、はい、赤ちゃんも子供も遊び切ったら疲れて寝ますので、ね、静かにスタンバイしてたので 今まさに遊ぶ時間なんだと。今目が覚めちゃったという状態ですね。 今遊びたい状態ですね。なるほど。あともう一つまたご質問いただきました、はい、田中さんからですね、はい、久々の再会で興奮をどうした、どうした、久々の再会で興奮した時に、はい、過呼吸とかで倒れるんじゃないかと思うぐらいワンちゃんが興奮しちゃってるんですかね、はい、ワンちゃんに過呼吸ってあるんですか。ワンちゃんに過呼吸、まあってなってるんですかね。あ、興奮してですね、興奮しすぎちゃって大丈夫かっていうような。過呼吸が全くないとは限らないんですけど、空気がうまく吸えなくなっちゃう子はよくいます。鼻発作とか逆くしゃみとか興奮した時によく出るんですけど、それはやっぱり興奮させすぎないように、興奮させすぎない方がいいでしょうね。そうですね、はい、特に高齢の子だったりとか、あとこのパグちゃんとかフレンチブルちゃんみたいなお鼻のつぶれ系の子たちなんかだと呼吸器がちょっと弱かったりするので、あまり無理に興奮させないと、まあ、興奮してもすぐ落ち着かせてあげるのがいいかと思います、はい、一緒になって人もテンション上げて興奮してるとずっと興奮したまま一緒に嬉しくて興奮したら余計に余計にどん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 すぐ出てきてしまうということですね、はい、そこは田中さん気をつけてくださいね。ほどほどがいいそうです、はい、いっぱい質問来ますね。今日は鈴木さんから、あ、うちこれもありますね。夜なかなか寝てくれない、何やってんだろうって起きてるんですけど、そんな時なんかおすすめの寝かせる方法みたいなのありますか。留守番が多い子ですかね、もしかしたら。うち多いです。多い、はい、そうなると昼間一人でいるので、うん、おそらくやることなくて寝てるんですよね。で夜みんな家族が帰宅してくると夜型になってて、もう夜人がいる時に遊んでもらおうと思ってるので、なかなか寝てくれないのかもしれないです。なのでしっかりお散歩して運動させてあげたりとか、あとはその寝る直前じゃなくてある程度帰宅の直後とかに、はい、おもちゃ使ったりして十分遊ばせて満足させてあげるといいかもしれないです。なかなかずっと何もやることもなく昼寝してたりとか、静かにしてる子をもう人が帰ってきて寝るからって言って電気消してまた寝なさいっていうのはちょっと、確かにそうですよね、気持ちを考えてあげると難しいかもしれないですね。そこの生活スタイルを踏まえた上で、はい、なるべく、まあ、運動とかしてあげるというのがおすすめだそうです。あとマンソンさんから、はい、この間可愛いワンちゃんがいて、可愛いと言ったら飼い主さんから予防接種が終わってるから抱っこしても大丈夫よと言われたそうなんですけど、はい、逆に予防接種が終わってないワンちゃんを触ってしまうのは良くないことなんですか。
人が触る分には厳密に言うと問題ないと思います。予防接種っていうのは犬ワンちゃん同士の伝染病の予防のためにしてるので、まあ他のワンちゃんと接触するのであれば予防接種を済ませてからにしていただきたいんですけど、あの子犬を迎えたばかりの方なので、予防接種が終わらないとこうデビューさせちゃいけないっていうふうに勘違いさせてる方も多いんですけど、対人に対してであればもう来たその日からどんどんいろんな人に見せても病気に関しては大丈夫です。そういうことなんですね、ただ疲れさせちゃうと体調悪くなるので、その辺は子犬であればなおさらあのうまく調整してあげるのがいいかと思います。なるほど、はい、いっぱい質問来てますね。あ、もう一つ田中さんから、はい、興奮させない、先ほどの過剰に興奮させちゃダメよって話しましたけど、はい、興奮させないコツってありますか？興奮させないコツは、はい、よくあの飼い主さんが帰宅時に興奮する時なんかもそうなんですけど、はい、ただいまって言ってテンション高く帰ってくると犬もテンション高くなって、あ、ダメなんですかそれ？そうなんです。嬉しいんですよね、迎えに来てくれる。あ、そうなんですよ、会いたかったよってやっちゃうんですけど、はい、そこはちょっと冷静にクールにしてあげて。クールに帰るんですか？そうなんです、クールに帰ってきてください。ちょっとツンデレしなきゃいけないんです ね、きついな。田中さんのツンデレで、はい、普通に帰ってきたよってことをアピールしちゃいけないそうです。さらっと帰る、さらっと帰っていく、さらっと帰る、さらっと出ていくが、さらっと帰って、さらっと出ていくと、はい、がいいと思います。あと本間さんから、はい、怒られる時にあくびをするのは、はい、その怒られることでワンコが自分が感じているストレスを自分に落ち着けと言っている働きもあるのではっていう質問があるんですか？もちろんそれもあると思います、その怒られてるっていうのがおそらく言葉は通じてないので、はい、その飼い主さんがすごい怒った表情で、こう喋ってくるので、怖いとかそういう恐怖心があると思うんですね、そういうところを落ち着かせる意味でしてることも多いと思う。自分に対しても、自分に対して、まあ、あくびしたらリラックスをできるようなストレス緩和効果もあるんじゃないかということですね。あくびですね、あくび随分いきましたね、はい、今度はこれもよくあると思うんですけども、ブラブラってできないんですけど人間は、はい、ワンちゃんよくやりますよね、ブラ。そうですね、あのシャンプーの後、まあ、ブルブルにはどんな意味があるんですか？いろんな意味があると思うんですけど、落ち着いてきたシャンプーの後のそのお水を飛ばしたりだとか、はい、そういう物理的に何かをこう飛ばしたい時もしますし、あとは緊張したりとかする時もブルブルっとすることが結構あります。それは緊張してるって言ってるんですか、それとも緊張するの落ち着けってやってるんですか？どっちなんでしょうね、どっちもあると思うんですけど、うちのあのお店なんかでもどうしても病院が一緒になってるので、はい、ちょっと怖い子なんかだと診察室入る前にブルブルってやってる子なんかは結構多い。緊張しちゃってるってことですね、はい。あとは、耳がかゆかったりなんかするときは、体を振ってるっていうよりも頭を振ってブルブルしてる場合、やたらと体じゃなくて頭をブン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 振ってる場合はお耳が気になるってることが多いです。それとその振ってる振り方も全体で振ってるときと、こう頭だけが中心に振ってるときっていうのは違う意味があるということですね。なので顔を振ってるときはちょっとお耳の中を覗いてあげてください。顔だけのときは、はい、が赤くなってたり汚れが溜まってたりする時もありますね。高橋さんからこんな質問いただきました、はい、夫婦で会話しているとおもちゃをわざと床に叩きつけたり、はい、無駄に吠えてみたりします。これワンちゃんがいる、おもちゃをわざと床にワンちゃんを叩きつけるんですかね？でしょうね、はい、無駄に吠えたりワンちゃんがすると、はい、で相手に、要はその相手にするまでその行動やめてくれないんだけど、はい、どうしたらいいですか？どうしたらいいかっていうの難しいですよね。夫婦の間に入りたいっていうことなんですよね。お父さんとお母さんだけで楽しんでるっていうふうに思ってるから、自分も間に入れてほしいんだと思います。なので可能なのであればその間に入れるようにしてあげたり、相手にしてあげた方がいい、相手にしてあげないと気持ちを考えると難しいかもしれないですね。それか、まあ、いないところでお二人で話すか、はい、ということだそうです、はい、家族旦那にもワンちゃん仲間に入りたいんです ね、はい、ね、はい、今度は僕もたまにやられちゃうんですけど、うわーってなってるんですけど、まあ、あれやったら怒ってるんですよね。怒ってたりとか、あとは怖いからそれ以上近寄らないでほしいっていう威嚇の威嚇。どうしてもその怒られても仲良くなりたいって僕思ってるんですけど、はい、その時はどうすればいいんですか？
そういう場合は、はい、怖いって相手が言ってることが多いので、はい、どんどん近寄っていくと逆効果なんです。逆効果なんですか？逆効果ですね。なので少し時間をかけてなるべく目線は合わせないように、側方を向く、反対を向くぐらいな感じでやるといいかもしれないです。でワンちゃんの場合は飼い主さんがおそらく一緒にいると思うので、はい、飼い主さんの方と和やかに会話をしてあげると、お母さんがリラックスしてる相手だからどんな人なんだろうって言って、ワンちゃんの方から近寄ってくるのを待ってあげるのがいいかと。それと最初にうなられたからといって諦めなくてもいいんですか、ね、もちろん諦めなくて大丈夫。疲れてもらうこともできる。もちろんできます。そのためには時間が必要。そうですね、時間が必要。あとはウルトラシーを使うのであれば、美味しいもので釣るですね。必殺技ですね。必殺技です。おやつを、はい、おやつをあげていい人だっていうアピールをする。なるほど、分かりました。次はですね、これちょっと恥ずかしいんですけど、うちのワンちゃんはメスなんですけど、はい、腰を振ってくるんですよね。なんでこれ腰振ってくるのかなと思うんですけど、いろんな意味があって、はい、本当に性的な意味でやってる場合と、はい、おそらく家庭犬でお家の中で飼われてる子の場合はほとんどが、そのマウンティングって言って、自分の方が偉いとか自己主張でやってることが多いから、家族にやってるっていうのはちょっと問題ですね。そうなんですか？自分の方が偉いと思ってるんですか？多分思ってると思います。十万年育ててきたのに。そう、育てってもらってると思ってないんですね。思ってない、育ててやってると思ってるかもしれない。ひどいな。これされたらどうするんですか？これされたら繰り返せるんですか？いやいや、ダメです、やらないように避けるのがいいですね。小型犬の場合は少し離れてしまうとか、こういうやりそうだなと思ったらちょっと、はい、あとは やってきたら逃げるのは簡単だと思うので、はい、プイッと、あとはそこから出てしまうっていうのも一つですね。まあ、相手にしないと、ね、相手にしない、その部屋から立ち去ってしまう。なるほど、はい、今度はもう散歩とかに行くとよくもうそこら中の匂い嗅いでますけど、そうですね、何があんな楽しいのかなっていう匂い嗅いでますけど、あれは何の意味があるんですか？ワンちゃんが匂い嗅ぐっていうのは本当に本能的な行動になりますので、はい、いろんな情報が取れるっていうふうに言われてます。実際に犬の気持ちがわからないで、どこまで正しくこうなんてやってるかっていうのはなかなか難しいところだと思うんですけど、はい、よく言うのはお外に行って新聞を読んでるような、外の情報を取るような。ワンちゃんお外であれは新聞を読んでるようなイメージなんですか？そうなん、世の中の動きを、世の中の動きを。すごいな。どうなのかな。あ、それじゃあやっぱり必要ですよね。やらせなきゃダメですね。やらせなきゃダメとは言わないですけど、もうその辺はご家族の考え方だと思います。より犬らしくっていうふうな考え方なのであればやらせてもいいと思いますし、あんまりそういう社会化いらないわっていうことであれば、良くない習慣としてやらせないも一つだと思います。これは新聞読んでいるような方だ。そうですね、情報収集だと思います。あと男の子だとよくあると思うんですけども、まあ、とにかく足を上げてマーキングをするんですけど、はい、あれは何ですか、縄張りなんですかね。何を主張してるんでしょうか。そうですね、縄張りだったりとか、あと自己主張だったりとか、よくおしっこも出てないのに足だけ上がっちゃってますけど、あれはやりたいんです、しょうがないです。やめさせた方がいいんですか？やらせて OK なのであればやらせてもいいと思いますし、排泄の意味でお外に行ってるのであれば、もう排泄は終わってるのでやめさせてもいいかもしれないですね。まあ、あれは本能的なものなんですね。本能的な部分なので、去勢手術なんかをするとだいぶなくなったりします。ということでですね、非常に今いろんな犬の行動のパターンからですね、犬の気持ち、犬のコミュニケーション、どんなことを言おうとしているのか、感じていただけたんじゃないかなと思いますけど、もうちょっと時間ありますけど、もし皆さん何かご質問あれば、一つ二つ受け入れそうな感じなんですけど、ありますかね？大丈夫かな。大丈夫そうですかね。ですね。ではですね、時間参りましたので、今日は先生どうもありがとうございました。皆さんもですね、これをきっかけにワンちゃんとのコミュニケーションを深めていただいて、会話しているような感じになるんですかね。そうですね。ワンちゃんの気持ちが分かるとね。コミュニケーションが取れるようになってくると思います。はい、気持ちがより分かりやすくなると思う。ぜひワンちゃんのこの伝えようとしてるメッセージをね、くみ取ろうと。はい。ではですね、次回の授業の、ご案内です。次回はですね、6月の22日、今度は日曜日になります。
同じ19時から30分間、今度はですね、プロのカメラマンの方にお越しいただいて、スマホでですね、愛犬を可愛く撮る方法、こんなことをですね、教えていただきたいと思いますので、ぜひ皆さん次回も、授業に参加していただければと思います。あとですね、ちょっと悲しいお知らせなんですけども、こてつくんが実は今回で、見納めになります。次回からですね、大人のワンちゃん、今まで子犬として、ご紹介してましたけども、次回からワンちゃんを、成犬のワンちゃんになりますんで、今日こてつくんと見納めになりますんで、こてつくんのアップが見たいですっていう方いましたんで、こてつくん最後にアップどうぞ。こっちに。はい、では皆さん、こてつくんとお別れしてください。今日どうもありがとうございました、先生。ありがとうございました。バイバイ。